の富士市、花があった横綱でした。輪島さん痛む。下咽頭がんと肺がんの影響による衰弱のため8日に70歳で亡くなった大相撲の元横綱でプロレスラーやタレントとしても活躍した輪島大師さんの葬儀告別式が15日東京青山葬儀所で営まれた。日本相撲協会の安見理事長、元横綱北勝海、NHK 解説者の北の富士勝昭氏、プロ野球巨人の原辰徳前監督、合格下のデーモン閣から約500人が参列した。輪島さんと現役時代に対戦して通算7勝5敗と勝ち越した北の富士氏は一番取りにくい力士でした、と振り返った。輪島さんの代名詞となった黄金の左の強さはもちろんのこと、右からのうっつけが効いた。あれは素晴らしかった。同じ左四つでこっちが十分になっても相手はもっと十分だった。足腰も強かったと話した。輪島さんは現役引退後に花籠部屋を継承するも年寄り名跡担保問題で相撲協会を退職。その後はプロレスラーに転向し、アメリカンフットボールの学生援護会総監督やタレント活動も行った。波乱波乱万丈人生を送った輪島さんを北の富士氏は北の湖相手に14回も優勝するのはすごいこと。穴があった横綱でした。いろいろあったけどそれも含めて話題性のあった力士でした。年のんだ。